こんにちは、アニグループの二枝でございます。今日は皆様に私からと思われるような、正しいと思っているお話、ズバリコロナウイルス対策のことについてお話をさせていただきたいと思っております。私20代からずっと健康産業というものをテーマにいろんな仕事をしてきたんですが、その集大成として今分かっていることがいくつかあります。たまたまですが、私がやっている仕事そのものがですね、コロナウイルス対策と共通するようなことをやってきたものですから、ここに自信を持って私の意見を述べさせていただきたいと思います。ただこれはあくまでも私の意見でございまして、いろんな違う角度からいろんな意見があると思います。皆様は、今日の話を聞いていただいてですね、自分が一番正しいなと思うような方法で免疫力アップの方へチャレンジしていただければ良いのではないかと思います。まず最初に、 NHK さんが2012年 BS でドキュメンタリー番組を放映されました。そのご紹介をさせていただきたいと思います。今ここにございます論文は、アメリカのロンゴ教授が発表した論文でございます。そのことが NHK で特集されたんですね。もし必要な方は、私のどものホームページでその画像が見れるようにさせていただきたいと思います。ぜひ見てください。実はですね、ロンゴ教授は何をやったか、マウス実験で毎日餌を与えたマウスと2日間ファスティング絶食ですねをさせたマウスとに分けて、その後がん細胞をマウスに打って、そして抗がん剤をですね、化学療法の抗がん剤を普通人体に認められている3倍もの濃度の抗がん剤を打つ、そしてマウスがどういうふうになっていくかという実験をされたんです。ほとんど大方の予想では、実験前はですね、やっぱり食べているマウスの方が抵抗力があるんじゃないか、免疫力があるんじゃないかと実験スタッフは思ってたそうです。でもロンゴ教授は、いや、食べないマウスの方がひょっとしたら免疫力が高いんじゃないかという期待と不安とお持ちいただいた上で実験されたらしいんですが、答えはですね、毎日餌を与えたマウスは全て死亡し、絶食を2日間やったマウスは1匹も死ななかったんです。で、これはもう1回同じ実験をやろうということで2度目されたんですが、2度目の実験でも2日間のファスティングをやったマウスは死なず、1匹もですよ。そして、毎日餌を食べたマウスは2回目の実験ではちょっと量を多くされたらしいんですが、65% のマウスが死んでいた。しかも生き残っても動きが遅くなったり、がんの転移が脳に出たり、心臓に異常が出たりしたそうでございます。このことからも分かりますように、我々は食べないと元気じゃないと思っているんですが、実は食べない方がものすごく免疫力がアップするということが、今日本のドクターとか日本の研究者もたくさんの角度で紹介されてますよね。例えば京都の杏林研究所の山田豊美先生、これは2020年1月に発売された本ですが、超人を作るアスリート飯という本でございます。この中でも食べないことを年に数回取り入れて、それは1日コースであったり3日コースであったり、長い人は1週間コースであったり、そういうふうにしていく方が免疫力がアップする。ここには横綱白鵬さんがですね、数年前からやはり山田先生の指導をもとに
ファスティング断食をですね食べない時間を年に数回作られて、そして33歳4歳になった今も優勝をしたりされているという実話があります。また森下先生の本、藤野先生の本、もう今、Amazon とかで本を探してもですね、食べない方が元気になる、病気にならないためには少食にしようという本がもうものすごい数の種類売り出されております。そういう先生方の共通点は、食べないことによって腸を休ませる、腸を休ませると脳が元気になる、腸と脳の関係ですね、脳腸関係、そして脳が元気になることによって免疫力とかいろんなところにスイッチが入る、そして元気になるというですねことがほぼ共通して、そういうことが書かれておられます。もしあれでしたらぜひご一読されたらいかがでしょうか。最近私もこの山田先生の本を読んで、この中に紹介されているネットフリックスという映画会社がございます。あのネットフリックスで発表されたゲームチェンジャーズ映画を見ました。今ものすごい話題になっている映画です。なんとですよ、肉魚乳製品をほとんどカットして、もう菜食ですね、ベジタリアン、玄米とかお米とかもう植物だけしか食べないように切り替わったアスリートが次々に新記録を樹立したり、もっと言うと世界の超トップにいらっしゃる方々ですね。例えばメジャーリーガーでも、年にですね1週間以上ファスティングをする、またベジタリアンになる、今世界の重量挙げのチャンピオンはなんと数年前からベジタリアンである、フットボールの選手たちもベジタリアンが増えている、一度引退を決めた自転車の選手がなんとベジタリアンになった後新記録を出してもう一回復活するとかね、そういうことの実話が、まあ私が今言ってるのは一回見たのの記憶で今喋ってるんで多少すみません違いがあるかもしれませんが、そういう映画も話題になっております。そしてその映画の中でものすごいですね、世界的な権威のあるお医者さんたちが、実は肉魚とか食べ過ぎない方が血液が非常に良くて、怪我した時、怪我自体のリスクが減るし、怪我をした時の回復力が実は菜食主義の人の方が圧倒的に早いということをデータ的に証明されたことをおっしゃっています。まだここでは大変言いにくい実際の実験がですね、プロスポーツ選手を使ってされておられますが、一つは血液のですね違い、そして一つはちょっとここで僕が喋るのは喋りにくいような実験がされておられます。非常に興味深いです。まあ私との友達もね、うちの社員さんも、そういう映画を見て、食生活を変えていったり、そして私自身がですね、実は去年の6月にこの横綱白鵬の紹介、そして白鵬の紹介プラスですね、あるジャーナリストの紹介で京都の山田先生と出会いまして、6月にはですね飛び飛びの7日間のファスティングで、同じ6月に連続の7日間のファスティングをしました。3種類の薬、1種類の注射が毎日必要だったんです。これは健康産業を勉強している私としては結構恥ずかしいことだったので、その仲間とかにもほとんど公表してないことでした。でも実際会食がとても多い日々をやってたので、血糖値、中性脂肪、尿酸値に問題を抱えてたんですね。そういうもののための薬、ところがわずか2回のファスティングを経験しただけで、その後今日に至るまでですね、もう7、8、9、10、11、12、1、2、8ヶ月間一度も薬飲んでおりません。注射も1回も打っておりません。そのように劇的に食べなかった経験によって、なんとバリバリの細胞レベルで健康を取り戻しました。その後それを見たですね家内が実行し、そして子供が実行し、そして特に何も言ってないのに
私の変化に対して驚いた社員さんたちが、なんと社員さんの 60% の社員さんがファスティングを経験しました。そしてみんながやっぱ私と同じように体が軽くなった、腸が元気になった、お通じが良くなった、何しろ肌が調子がいい、免疫力がアップしたみたいです。ほとんど今年の冬風邪をひいたという社員さんがうちの会社の中ではほとんどいないというのが現状です。そして私は自信を持ったもんですから山田先生と一緒にですね、国際細胞環境アカデミーという組織を作り、そして山田先生を最高責任者に最高顧問にお迎えし、一緒に学びの場を作りました。そしてファスティングの学び、ファスティングが終わった後のどういう食をですね、食事を日々取ればよりそのリバウンドなく、そのファスティング後の状態がずっと続けるのかということで定期的なセミナーをやらせていただいております。そしてそのおかげで約500名の私の知人、私の会社のお客様がこの7ヶ月8ヶ月でファスティングにチャレンジしていただきました。もう嘘みたいに喜びの声です。もちろんちょっときつくて3日目でリタイアした、ちょっときつくて2日目でリタイアしたっていう方もですね、まあ、20名ほど、いらっしゃいましたけれど、そのほとんどの方がですね、私どものやり方で実際やっていただいたら意外と無理なくやれたというふうに思っております。ここに私はですね、今コロナウイルスのことが心配でどうやったらいいのか、マスクつけてるだけで本当にいいんだろうか、手のアルコール消毒とかをするだけで本当にいいんだろうか、もっと根本的に自分自身の免疫力を高めないといけないんじゃないかと思ってる人が世の中にたくさんいらっしゃる。実は今日この動画をですね、撮影させていただくきっかけを作ったのは私の親友の松本さんというね、人と昨日一緒に夕食を食べてて、その真剣にそういうのを語り合ったんです。もちろん夕食はですね、なんとロイヤルホストなんですけど、もう野菜サラダとかも そういう穀物と野菜がもうほぼ中心です。お肉は鶏も牛も豚も一切なしで食事しながらそういう話で盛り上がりまして、で松本さんから今二重さんが喋ってるようなことをね、日本中の人に教えた方がいいじゃないだろうかと、それがね、強いては全然知らない方々へもプラスの情報になるかもしれないよっていうふうになったもんですから、こういうふうに発表させていただいている次第でございます。ロンゴ教授の論文、そして山田先生をはじめとする数名の方の本、そして YouTube とかでもいろんな今食べないことの方が免疫力がアップするということがですね、発表されておられます。そういうのを独自で勉強されてももちろん OK だと思います。私がその仕事としても今取り組んでいるのであれですけれど、まあ、もし興味をお持ちいただいたらですね、私自身が講師として、そのファスティングとその後の食生活の正しさなんていうことを今させていただいておりますので、ぜひですね、興味をお持ちいただいたらいろいろ調べてほしいと思います。ただ今日はビジネスとしてどの頃じゃなくて、日本中の人に実はいろんな専門の方が、しっかりした休息を取ることと、そのためには睡眠が大事ですよっておっしゃってます。で適度な運動も大事ですよ、でもしっかり栄養を取りましょうって結構言ってあるんですが、その栄養を取りましょうということがきっかけで、そのなんて言うんでしょう、間違ったそのたくさん食べ過ぎたりですね、その、ゲームチェンジャーでははっきり言ってますが、肉を食べる時よりも肉を食べなかった時の方が逆に元気な状況ができるというのははっきり映画で世界を代表するドクターとかがはっきりと公言されておられます。そういうのもですね、一度見ていただいて、その選択ですね、肉をしっかり食べた方がいいということを唱えている先生もいらっしゃいますし、いや逆だということを唱えている方もいらっしゃいます。でも僕は思うには、肉食のライオンとかトラとかと草しか食べない馬と、どっちが強いだろうというふうに考えていった時に、私は馬さんの方じゃないかなと。
ね、ものすごいその西部の時代でも日本でもですね、そのすごい長距離人を乗せてどん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 走れる、ね、すごい長距離重いものを引っ張れる、そういう動物というのは実は草食なんです。そこに、ね、皆さんにも、まあ、気づいていただければと思って、でそういうことを言う資格がある私かどうか分かりませんが、私の体験ということで今日はお話しさせていただきました。でここに私のファスティング前の写真、ファスティング後の写真、そして家内のファスティング前の写真、ファスティング後の写真、私の親友のファスティング前の写真、ファスティング後の写真、私の次男のファスティング前の写真、わずか1週間後の写真、ね、公表させていただきました。皆さん、まあ、そういうことでね、皆さんにこれ全然ね、私のビジネスと関係なく、とにかく食べないと免疫力が上がるということさえ今日はお伝えできれば嬉しいと思っております。二枝でございました。長い時間、聞いていただいて見ていただいて嬉しく思います。自分の健康は自分で守っていきたいというふうに思います。食べない健康法の話でした。ありがとうございます。